今日なんですけど、基本的にやっぱり参議院選挙の争点をね、やっぱりやろうと思うんですよ。ありすぎるよね。ありすぎるんだけど、一つが外交。外交、一応自民党の公約の一番は、力強い外交と防衛なんですよ。ああ、そうなんだ。だけど、ボロボロになっちゃってると思うの。そうだね。それはね、もちろん北方領土の問題が、G20 で解決するってのはしなかったこととか、米朝の、首脳会談が、関門点でやったことなんですけど、完全に、はしごを外されちゃった、なかなか拉致問題も前進しないですよね。でその中でね、やっぱりひどいのが、対韓輸出規制っていう問題がね、相当に深刻だなと思うの、どんどん日本企業が締め出されていくような状況になると、で理屈が全くないのよ、理屈がない、どうないのかっていうと、徴用工の問題に対する責務であるというふうに世耕大臣が言ってるわけだから、いわゆる歴史問題だったわけじゃないですか。ところが、WTO ルールではね、これは通商問題に絡めちゃダメですよっていうのが決まりなわけだ。でじゃあ、まずいなって言って、輸出規制に関して安全保障適用だって言い始めたんだけど、急に言い出したよね。そう、3品目なんだけど、いろんな人を聞いてると、大体そんなことありえないんだって、3品目は。高純度復活水素っていうのが、よく例に挙げられるじゃないですか。だけど、これ、サリンの原料っていうのは、一般のもの、一般品の復活水素はサリンになるんだけど、もう高純度だから、そんなことバカバカしくて、絶対使うわけがないってわけですよ、半導体のいわゆる原材料だから。これさ、私、おかしいと思ってて、ニュースで聞いてるときに、ある高官から聞いた話みたいなさ、誰から言い出したかっていう、その安全保障上のっていうのが、出元がわからないのよ、ニュースになってる時に、ね。でたらめでしょう、だから、ほとんど。EUV レジストっていうのも、露光筆記って前も言ったけど、オランダ製のもので30台ぐらいでね、ずっとそこで作っていくわけ。だから、北朝鮮なんかで流すなんてできないんだって。だから、全く意味ない、でたらめ。だから結局それで理由がつけなくなっちゃったんで、韓国が156品目の摘発をしたみたいな話にすり替え始めたんだよ。だけどそんなの日本だってやってるわけだから、だから全然もうだ、全く根拠なくなっちゃって、結局韓国側に押されちゃって、WTO で訴えられたら、多分日本は負けちゃうんだわ。その前に、俺が危惧してるったのは、ホワイト国から外すみたいな、あれはちょっと気になるなと思ったんだけど、それやったら、結局、ムン・ジェインなんかが結局、韓国を苦しめてやってるから、自分たちでとにかく調達先を多様化しようって言い始めてるわけじゃない、日本は結局、輸出できなくなるって話じゃない。だから、ホワイト国で買えたら、なんかこちらの方が制裁をしてるように見えるけど、逆に負けちゃうっていうことだよね。そうなの。そうなの。だからもう全然問題ない、論外だよ、これ。じゃあ国際的にもみっともないじゃん。やれば絶対負けちゃうし。でも金子さん、通常の国のやることって、短期的に中期的に長期的にこういうところが最終的なゴール落としどころだって言って政策進めていきますよね。韓国とのトラブルも当然落としどころみたいなところはある程度想定して、こうなればこうなる、落としどころなんかないから、こんな顛末ですよ、恥ずかしい恥さらしのことをやってしまうわけですよ。それはもう戦略的じゃないって話になっちゃうね。そうです、選挙対策で泥縄でやってる感じになってるということですね。だから2番目の問題がね、やっぱりね、それの効果としては、年金や消費税の問題をね、結局争点革新するっていうのが、
非常に出てきてますよね。だこれはね、特にあの年金の2000万円不足論とか、人生100年とか言ってるから、多分年金支給年齢が70歳以上になっちゃうだろうっていうふうに思うわけですけど、まあ、比較的韓国に対する対応は、あの世論調査などでは、あのいい評価が出てますものね。そうそうそう、だけどあれ、デタラメなんだから、きちんとやったらもうどうしようもないことになっちゃうんだよ。だからみんな、メディアがひどいんだわ。デタラメだ、もう戦争プロパガンダと同じだよ、韓国に対してね。で僕らはもうちょっと冷静にやらなきゃいけなくて、で年金 の, あの問題で言えば、財政検証をやっぱり出さないっていうこと自身が、ね、結局出てこなかったですね。6月の頭には出されてないとおかしかったもんね、そう、非常に深刻だと思う、っていうのはやっぱり前も言ってたけど、やっぱり人口減少っていうか、少子高齢化でやっぱり減っていくので、年金給付が落ちていくんですよ、やっぱり。それをちゃんと正直に出して、どうしていくのかっていうことを議論しなきゃいけないのに、全く知らないうちに、ばーっとあの政権政党に入れたとしたとしますよ。だけど、気がついたら、あの全部嘘だっていう話になりかねないので、正直にやっぱりやらないといけないと思うんですね。あの、ま、マスコミが悪いところもあるよね。ファクトチェックきちんとやらないんだもん。全然しないね、だからこの点で非常に問題だと。でもう一つ、消費税の問題はもうやっぱり深刻になりつつあって、この今年の5月の賃上げ、賃金ですね、名目賃金指数を見るとやっぱりね、下がってんだ、5ヶ月連続、で賃金が下がったら消費も下がっていって、っていう状況の消費税ってのはやっぱり悪い影響が与えることは確かなんですよ。で問題はね、やっぱりこの間の米中貿易戦争や、まあ、実はこの日韓の貿易問題にもやがて来るだろうと思うんだけど、輸出の減少が深刻なんだわ。2019年の、ね、上半期がね、8888億円ゾロ目ですけど。そうなんだ、あれびっくりしちゃった。8888って並んでて、ただ民間同士では向こうもこっちも修復しようとして必死だよね。必死なんだけど、まあ、ひどいわ。7ヶ月連続で輸出が減少すると、韓国も日本も全然いいことないんだけど、そういう状況の中で、しかも国際的にはどうもね、アメリカ、イギリスの見てても強引なきのブレクジットであるとか、なんかドイツ銀行がすごい経営的に苦しいとかね。10月じゃん、みんな。でも今度の消費税も10月じゃん、みんな来るじゃない、危ないなって。だからあとあれ、トランプさんとの交渉、農作物とかああいうのも全部8月って言われてるもんね。まあでも、もし来たら今日の地方の景気悪くなってきた。あの日刊スポーツのでも書いてたけど、与党がね、3分の2取るっていうことは、なんかこういろんなことに大きく影響すると。しかも予算委員会ももう仕事なのに予算委員会も開かないで今日まで来てるわけでしょ、太田さん。それ以外にも3分の2取ったりすると。そうですね、だから政府の強硬的な姿勢を維持してのはやっぱりこう3分の2を超える議席数を与党が持ってるっていうことなので、まあ改憲勢力がどうのこうのっていうよりも、このまま与党一強がいいのか悪いのか、その続けばどんな影響が出るのか、こういったこともちゃんとメディアは報道しなきゃいけないですよね。もう一つね、4番目のね、今大竹さんが言っている論点ね、3分の2っていうのが、やっぱり最大の争点のような気がする、どこを通って、どこまで落ちたら、3分の2かっていうのは分かるようになっちゃったから、もう、大体1人区とか見えてくるから、あとさ、やっぱり絶対3分の2はね、取らしちゃだめだね、これは。あとさ、こう選挙期間中にね、いろんなことこうやっぱり喋れないじゃない、いろんなことが。ね、それでさ、テレビで何やってるかって言ったらさ、各党がさ、いろんな演説してるだけなんだよ。でこれが、まあ、すみません、世間はどう見えるか知らないけど、俺はさ、つまんなくてさ、分かる。だってそんな、
そんな言論の自由じゃないじゃん。もっとね、うん、面白いこと、まあ、あの政権のいろんな放送は出てきてあれはあれでいいけども、うん、別でさメディアがさ、ね、そうそうそう、野党とか与党全部呼んで司会者民間でもいいからさ、うん、こっちでは真面目なこと、こっちはのあの多少乱暴でも面白くてみんなが見るようなことっていうさ、放送をしないと、あとはそうしないと選挙行かないよね。党首討論とかで言いっぱなしになっちゃうから、うん、ちゃんとその後メディアって、うん、今その党首が、うん、各党首が喋ったことのファクトチェックしなきゃまずいよね。あ、そうだよね。僕は思うんだけど、うん、やっぱりね、政治におけるね、誠実さ、うん、これがね本当なくなってきた。嘘つき政治っていうのは日本を滅ぼすと、うん、でこれさっきも言ったように独裁政治みたいになっちゃうから、うん、それは森友家計ね、うん、統計改ざん、公文書、年金を隠す、うん、いろんなことがあるので、うん、やはり3分の2を確保させないで、うん、日本の民主主義の健全なね、うん、立場っていうのが保たれないとダメじゃないかなと、僕は特に、まあ、憲法を改正したいという有権者の方は、うん、いやいや3分の2以上を取らないとっていう方も当然いらっしゃると思いますけれども、ちょっと心配するのは安倍総理の選挙演説の時にヤジを飛ばした人が強制的に排除されるみたいなのはちょっと心配な状況ではありますよね。いや、それもあればね、もう一つあるんだけど、うん、もう今日は終わるけど、うん、佐竹秋田県知事がね、うん、イージス・アショアの統計の改ざんについて、うん、問題に批判したらさ、はい、非国民って言って非国民って言葉が出たって毎日新聞で報道されてるよ。本当、でもイージスアショアなんて何のために必要かって、この国のためじゃないってちゃんとやんなきゃダメだよ。もうだからもう、そういう、ね、絶対に3分の2は怖いなっていう、ね、先生、うん、あれだよ、入院してる場合じゃないんだよ。そうだね、寂しいから早く出てきて、大事に、うん、無理をせずに、はいはい、頑張ります、はいはい、大丈夫だよ、頑丈なんだから。ありがとうございました。